はい、お疲れ様です。今日ねちょっとね広いところ切れまして、来れましたんでね、左バックについていくつかちょっと、コツではないですけどね、自分がやってること、紹介していきたいと思います。まず最初にねミラーなんですけど、よくねミラーの位置がねこれじゃ高すぎるんじゃないかとかいう方いらっしゃるんですけど、なんでねこういうミラーの位置にしてるか、トレーラーのドライバーさんにねこの話すると、あ俺もやってるよ私もやってるよって意見が多いんですけど、なんでこの位置になってるか理由をちょっと今から説明していきたいと思います。上のミラーこんな感じです。アンダーミラーこんな感じです。で実際に左バックをしていきます。校内なんでねちょっとね、携帯手持ちでやってみます。下がっていきますね。で後ろのポール見てください。ポールね、ポールというかこれ校内のね電気なんですけど、この状態見てください。上もう消えてます。でも下のミラー見えてますよね。左バックってこうなんですよ。ここの下のミラー、ここの下のミラーを当てにして曲がっていくしかないんで、このまんま下がっていきます。下のミラー見えてますよね。こんな感じで下のミラーを見ながら、もう上のミラー完全に見えないですよね。下のミラーを当てにしていってください。で、あともう一つ手としては、こうやって折り切って見えなくなったらわざと起こすんですね。よいしょ。折る起こすは別の動画でも話してますんで、こういう感じで起こしていくと、よいしょ、ハンドルを戻していくとこういう感じでねまた見えてきます。様子分かりますよね。起こして位置を確認してもう一回折り込んでいくような感じ、これの繰り返し。ちょっとごめんなさいブレちゃって悪いけど、手持ちで撮ってるんでね、いつもみたいに固定よかこっちの方が見えると思うんで、あとは起こして折ってで、こういう感じで確認する手があります。でもあとはねある程度いっちゃえばこうラインに合わせて下がっていけばいい感じですね。よいしょ。まず最初にねミラーがどうしてこういう状況になっているか、こうやってトレーラーのドライバーさんが合わせるかということをまず最初に、これからバックね練習する方やってみてください。このミラーの位置の合わせ方結構大事です。よいしょ、ごめんなさいね、ちょっとねバックさせながらなんで。はい、でこの感じで線入りまして、今の状態で分かりましたよね。下のミラーの位置を少し上目、上で平行で見ての感じ、ほんのちょっとしか車体入れません。こんな感じでセットをしていくと、例えば今見えてますね、このポールを、ポールつかの街灯なんですけどね、こんな感じで、ね、夜作業するときに電気つけるやつなんですけど、これが、ミラーを見ると見えてる状態、この状態にセットして、上のミラーは全く当てにならないので下のミラー1個を当てにしてバックするような形になります。なのでちょっとね難しくなっちゃうんですけどね、左バックね。そんな感じでねミラー合わせも左バック結構ポイントになってきますんで、まあね下が見えないんじゃないかっていう方もいらっしゃいますけど、アンダーミラーこういう感じで角見えますし、あとはね基本的に、まあ、自分は違法になるからやってませんけど、ここにね何も貼らないような状態にしとけば下見えますからね。まあそれでもねちょっとね見づらい場合もあるはあるんですけど、そこはやっぱり左側のね角注意して運転するような感じを心がけてね行くことが大事だと思います。直進に関してはで、バックするときにやっぱりここで力発揮しますんでね、これだけ見える角度が全然違うんですよね。左後ろ後方確認する方法がね、左の場合は窓から顔を出して見るわけいかないんで、どうしてもね右バックの時は頭出せば見えますけど左バック見えないんでね、こういう感じでミラーをこの位置に合わせてこういう感じでバックしていきます。はい、じゃあ左バック取っていきます。ね先ほどミラーの件でお話しましたけど、下のミラーねよいしょよく見て、上がね折れちゃうと当てになりませんので、ね、下のミラーを当てにしてバックしていってください。では下がっていきますね。はい、こういう感じでハンドルを左に切っていきます。1回転半、こんな感じですかね。こんな感じで切っていって、あとは戻していきます。よいしょ、ブースターの調子が悪いから、あ、マクラッチ切りっぱなしを。よいしょ、こんな感じで下がっていって下のミラーでよく見ます。よいしょ、
で、あとは見てるところはあれですね、下の後ろの台車のタイヤどこの位置にあるかね。離れてるようだったら折り込んでいく、近くなってきたら起こしていく、こんな感じですね。ここからも起こしで、左バックの時はねこういう風になりがちです。遅れちゃいます。どうしてもね見えるところ限られちゃってるんでね、そういう風になりがちなんで、こういう風に逆に右バックの状態にしちゃってもいいです。要はバックの中にピタッと入ればいいということですね。はい、大体先導機になりましたね。こんな感じでやっていければ大丈夫ですと。であとはね、よいしょ、右側に今回ね、なんつったらいいのかな、これマンホールじゃないんですけど、下にね、水があれするの、こう鉄のね、まあ、フェンスじゃないか、カバーかかってますね。そこが直線になってるんで、こういった場合、まあ、あとはそうですね、倉庫なんかだと線引いてますよね。線あれしたら途中まで入れたら右側の線当てにしちゃっていいですから、大概もう枠きちっと切ってその中入りますからね。そういうようなものがある場合、ちゃんと右側に線引いてある場合は右の線を後半自信なければ合わせちゃって構わない。それでまっすぐ入れば基本的にぶつからないところ線引いてありますからね。それもそういうのも利用してバックしてみてください。はい、じゃあね、広い場所、前ね、きっかけ作ってバックするってですね、もうこの状態で左にある程度折れた状態で作ってます。前にも話しましたね、前進して右バックの時は右にハンドロール、左バックの時は左へ折ってやると、もうこの状態折れた状態作れてますので、この状態を利用してあとはバックしていきます。この状態の時は無理してハンドルを切らずにハンドルを固定したまんまで、寄りすぎたなと思ったら起こすのに右で、離れてきたな、もうちょっと降りたいなと思ったらハンドルを左、1回転から1回転半ぐらいして微調整をしてください。この時も何遍も話してますけど、当てになるのは下のミラーだけです。でもこれで起こしで大丈夫ですね。ある程度タイヤ行きましてね、そしたらもう起こしちゃってください。で、足りない分は折り込む、戻すで、右側のね、今なんて言ったらいいんだろう、鉄のね、なんつったのね、カバーの上に、ね、線を合わせていきたいと思います。そういう時は右側見ていけば合っていきますと。ちょっとずれちゃったな。まあでも左バックはね、基本的にある程度状態入れちゃって、ちょっとじゃあ右左側線合わせる、こういう感じでね、ある程度入っちゃえばなんとかなりますから、あとは前進していつも通りまっすぐにしたら直線バックをしてください。で、これでまあ基本的にこのね、なんつったらいいんだろう、鉄のね、カバーの上をまっすぐな状態になれば、まあ、これが例えばプラットフォーム、プラットフォーム線とかね、あとは枠とか書いてありますよね、そこね、そこに合わせる、それと合わせたことと同じになります。こんな感じでまっすぐになりましたね。はい、そんな感じで合わせてみればいいと思います。左バックの場合はね、無理して1回で入れようとせずに、ある程度入って前行ってまっすぐ引っ張ればそれで十分ですから、もともとねリスキーですけど、リスクがありますからね。現状今ミラー映しましたけど、映ってるのは下のミラーだけ、下のミラーしか基本しか当てにならないんで、どうしてもね情報量少ないんで、ハンドルが遅れたりとかそういうことしますから、その時は慌てずに右バックの状態にするとか、前進に引っ張り直してまっすぐ戻るとか、その状態で十分です。ある程度まで入れて戻せばいいです。左バックはやっぱ見えないんでね、右バックのに無理くり、まあ基本的に無理くり一発で入れる必要はないんですけど、特に左バックの場合はね、一発で入れることではなくて、特に確実に死角が多いんでね、自分の車なんかまだバックカメラついてるから後方見えますけど、解除コンテナとかね、あとはまあ他の車でもね、後ろ見えない台車っていっぱいありますから、ウイング車でもね、バックカメラついてるのありますからね、そういうところも含めてね、無理して入れるんではなくて、ある程度入れてまっすぐ伸ばしてきちっと入れる、ね、左バックで一発で入れようと思わないで、ある程度の線まで入れて、修正するような感じでね、
それのはね、ぶつけずに確実に入れられます。ちょっとぐらい時間かかっても左バックみんな大変なの分かってますんでね。特に倉庫の人なんか自分で左バックで入れるところはね、やっぱり多少時間かかるの分かってますから、そこら辺はね、あまりね、神経質にならずにね、少し心に余裕を持ってね、バックできればと思います。はい、じゃあ左バックしながらエンディングに行きましょうね。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は、動画の評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。まあ、基本的にね、右バックも左バックもね、やってることは変わらないです。ただね、右バックだと顔を出してできるのが、左バックだとミラーでしかできないので、いわゆるミラーバックですね。ミラーバックになってしまうんでね、そこら辺は慎重に、なおかつ無理して一発で入れようとかそういうことを考えずにね、慎重に入れることを考えてください。多少時間かかっても左バックのところはしょうがねえなってトレーラー思われてますんでね、みんな大変なの知ってますからね。よいしょ、あららら、線が上がっちゃった。まあでもこういう時にね、こうやって戻して頭を起こして戻してればいいです。はい、じゃあこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。今日この後運転される方、安全運転で運転してください。特にバックはね、死角多いんでね、バックするときはね、気をつけて、必要であれば車から降りてみるなんてことも大切なんでね、気をつけてやってください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。この後も皆さんご安全にお疲れ様です。